MLB、バウアーは女性と問題を起こしたので194試合出場停止させました。NPB、山川は必要な調整のために2軍での練習を許可します。MLB、新人いじりが過熱してるので労使で禁止にします。NPB、中田翔が後輩いじめましたが巨人移籍すればお咎めなしです。これも、とりあえず巨人をクリにすればセーフとかいう風潮あるよな。今の段階ではまだ山川は犯罪者ではないやん。処分は刑が確定してからやろ。そもそも裁判で判決出てないのに勝手に制裁するのはダメだろ。バウアーも不起訴やん。実際 MLB はおちょくられたし恩入ってそう。MLB って DV については独自の決まりがあるらしいやん。 DV した人出場停止期間終わって今普通にメジャーでやってるから、バウアーはそれだけの理由ちゃうんやろな。よく知らないんやけどバウアーって不起訴やったんやろ。それで死刑加えるってどうなんや。死刑通過人望貯金ゼロのつけやろ。窮地の時こそ普段の行いが物を言うんや。まあ別に練習参加に許可も何もないやろ。わかる、練習は別にええやんって思う。事情聴取の段階で2軍分参加禁止、練習禁止は現実的に無理やで。今の状態で球団が強制したら人権問題になってくる。まあならんけどな。そんなん山川が訴えたら非難号々だし、球団に練習禁止されたら従うのに。一軍にも二軍の公式戦にも出てないし練習来てるだけだから、ええわというか中途半端に現時点で練習は禁止とかするより判決出て堂々と首にして9回追放なりした方がええわ。言うて週刊誌に突っ込まれただけだからな。これで禁止だの言うのは無理だわな。せめてオールスターの投票用紙からは外せよ。山川オールスターで1位にならんかな。